会社辞めて結構落ち込んでる時に、なんかとにかく人と喋りたかったんで、僕の人生で多分一番熱い時期なのかなと思います。だってこんなん見たことねえもんね。これはブームとかじゃねえなっていうか、もう本当に宗教。アイドルっていうのは年齢で結構決められちゃうところもあるし、自分はアイドルになりたいって思ったことはやっぱりなくて、今は修行中という意味で、結果的にはやっぱり歌手になりたいなってすごく思ってます。初めて言った目標です。声を知れよ、手が楽しんでいけよ、仲間リアリア。皆さんクラップお願いします。大きい声を出してください。皆さん一緒に行きますよ。進化進化高校生の頃とかは洋楽聴いてたんですよ。 U2 とかですね、あとブライアン・アダムズとか。婚約というか、まあ付き合っててね、まあいい年だったんで結婚しようかと思ったんですけど、まあ、そのためにまあお金結構貯めたんですよね。でもうそれがまあうまくいかなくて、相手に好きな人できちゃって、まあそれをどんどんアイドルに使い出しちゃったって気がついたら1年間で700本ぐらい行ってて、いっぱいお金使っちゃったことですかね。マンション買いたいです。靴が乗っちゃったんですよ。
みたいな感じですかね。高級な鏡なんですよ。で常にこう見て自分と見比べて、じゃあ続きまして、ハッピーシンセサイザー。ハッピーシンセサイザー、君の胸の奥まで届くようなメロディーと撫でるよ。ありがとうございました。いいなって思ってくれた方、よかったら毎日配信しているのでツイッターのフォローもお待ちしております。久しぶりにメイク配信をしようかなと思います。ダニア、おはよう。子供みたいな風に思ってて、ファンの人のことを。もうすぐみんな平等に愛しくって、迫ってきました。今2位なんです。何よりも大事な存在ですね。みんながいないと私は何もできないので。そうですね、これはなかなか遠い人とかはやっぱり通販サイトを利用してみんな買ってくれるので、伝票もみんな取っといてくれてるらしくって、なんか嬉しいですよね。伝票まで、伝票も商品の一部みたいな。ここは私にとってホーム、私が生まれた場所だから、ヒイラギ漁の出生地。その昔からアニメが好きで、そのアニメの聖地と言われている秋葉原にすごく憧れを持っていて、初めはバイトのつもりで来たら、気づいたらライブをすることになって、高校生の16歳です。ファンの方の独特なノリとかが初めて見るものだったんで、大人の男性ばっかりなんで、いきなりバッて来て、あ、怖いって思っちゃったんですけど、歌っていくうちにそれが嬉しくなってきて、もっと楽しませたいなって思うようになって、写真を撮る時とかも、そのボディタッチがあるどこの線どこまでとか決めてたりとか。ありがとう。ネット社会になりつつあった時期で、感覚的に非常にリアルな接する、間近に接するっていうのがいいんじゃないかな。SNS とファンと交流して、それでそのファンは握手会にも行くみたいな、そういう感じですよね。日本においてはあれは非常に性的な意味合いが強くて、本来極めて危機されているものですよね。それが、この数十年の変化の中で握手が普通になった。
そこに握手会っていうのを持ち込んだのは非常にうまいんだと思います。つまりアーティストの側からしても周りから見ても性的なものではないっていう認識があるにもかかわらず、握った本人からすると性的な快感を得られるという、まあ、合法な穴ですね。どんなにイケメンが来ようが、どんなにお金持ちが来ようが、彼女たちは振り向いてはいけないというルールになっているので、恋愛の競争みたいなところに絶対に巻き込まれないっていう安心感があるから、全員がイコールな価値の関係として存在できている。パチンコ屋さんが新しい店がオープンしたと、ある時行ったら、あれ可愛いコーヒーの売り子さんがいるなっていうことで、何かがコーヒー頼んでちょっとお話ししたいなと思って行ったところ、その子があのパンフレットをあのよかったらこれ見てくださいっていう形であの持ってきてくださって、PIDL さんの下のチームのベーシックさんというところにその子がいまして見に行ったんですね。でその時に初めてあの今夢中になっているこちらの、まあ、平野由香ちゃんという子がすごい輝いてたし自分のタイプだということで、みんなが握手したりあの写真チェキを撮ってたりしてたんで、お名前はってその子だけ聞いてくれたんです。いいなって思ってた子がそういう風に聞いてくれるってすごいサプライズですし、なんか嬉しかったんで、めちゃめちゃ細いですし、でやっぱ明るさ元気、そこはすごいいいなと思いまして、私が PIDL に応募したきっかけは、自分の何かもっと自信をつけたくて、私自分にストイックというか自分に厳しくすることがすごく好きだったので、モデルの職業に昔から憧れてたんですね。私帝京大学に通っていたんですけど、そのミスキャンパスに選ばれて、そこからもっとなんかもっと自分に自信をつけたいなって思って、一番だからかかるのは物販代で、 CD 大体基本1枚1000円ですから、1000円1枚買うと結局できるのは握手か、まあ、チームチェキってやつだったんで、おそらく金額で言っちゃうと20は最低使ってますね。もう今は残んないですから給料。実家なんかもこのピアイデールさん知る前は週に2回か3回は帰ってたんですけど、今は本当帰ってこなくなったねって言って、親も知ってるんですね。あの平野由香ってうちわとかお洋服とか作っていただいて、あ、私をこんなに応援してくれる人っていて、これからもどんどん増えてくれるんだなって。やっぱり私が今ここの位置に立っているのも全部ファンの人のおかげだし、わーすごい、
にしてみようかな。ゆかちん、ゆかっちみたいな、はい、5番ちょっとピンクにピンクなんだけど5番でこれ蛍光ですごい入ると思うんで。付き合ってた人はいますよ。平野ゆかちゃんと会って別れてるようなもんかもしれない。これでいや一番じゃないからって言われたら、いやショックはショックですよ。やっぱそれはワンちゃん飼ってるんですけど、もうワンちゃんは本当に私を眺めてくれるんで、うん、今までそんな異性からされたことがないから逆に最近戸惑っちゃって、うん、平野ゆかって応援してくれている時が本当にもう何もかも忘れられるくらい楽しいです。やっぱり辛いことがあってもライブをやると、あ、めげずに頑張ってよかったなって思います。女の子の役に立つっていうのはやっぱいつも笑ってろとか、うん、俺を癒せとか、うん、女の人たちは自己決定で自主的にやってるんだ、少女をめでるっていうファンタジーそのものっていうのは決して否定されるようなものではないと。だから私みたいな部外者とかフェミニストがギャンギャン言うとやっぱすごいやっぱり批判が来るし、はい、それではね、早速メールが届いてますので紹介したいと思います。はい、はい、キラネイカです、よろしくお願いします。じゃあラブがないかって言ったらね、ただ自分の中ではアイドルさんがありえないっていうのはどっかでその辺は理性が働いてるんで、今のアイドルだから接し、ね、優しく接してくれてるし、ずっとそばにいてね、最愛の人、ミタッチ、あなたのお名前は。そこから始まったミタッチとユカとの時間、何もかも初めてだったんです。応援も声援も愛されることも愛することも全てね。だからミタッチにとってユカはね、本当にかけがえのない存在、いつも感謝しかしてない、本当にありがとう平野ユカって書いてくれてました。私はね、いろんな夢があって、まあ教員になりたいとかもあったし、なんか冒険家になりたいとか、まあでも楽なサラリーマン選んじゃって、楽に平平凡凡になっちゃったんで、なんかこう刺激がなかったんですよね。可愛らしい子が頑張ってるなってとこから始まって、その一生懸命さがすごい好きになって、もしかしたらその自分が昔やれなかったことを、まあ、アイドルになりたいと思ってないですけど、まあ、いろんなことやりたいと思って挫折してきましたけど、異常なほどにと言ってもいいぐらい、ここの日本人の自己評価は僕は低いと思う。これは実はさ、経済全体の流れとも絡むんですが、1990年前後までうわーって息に上ってきて、その後落ちてきていますよね。で、この大きな変化がまずあります。今の日本の状態と1970年代のロンドンの状況ってすごく近いんですね。ワーキングパワーのやつがいっぱい出てきて、で文化が停滞して経済も停滞してきて、カルチャーに何かを見出さなきゃいけない。でそれは70年代後半の
ロンドンの場合は、まあ、セックスピストルズとかパンクロックだと思いますけど、日本の場合はアイドルカルチャーだったんじゃないかというふうに思います。必要以上の回数ライブに通ったりとか、必要以上の枚数 CD を買ったりとか、必要以上の時間をアイドルの情報収集数に使ったりとかっていう人を、あの人オタクだね、メインストリームの趣味を持ってる人がよくやってるような、本当に同じ人と付き合ったりいい恋愛をしたりとかいい会社に入ったりっていうことじゃない逸脱した人が持つ趣味。秋葉原ってのは要するにオタクの部屋みたいなわけですよ。オタクの妄想丸出しの空間、こそこそってやるべきことを全部ベコって吐き出しちゃったような街。じゃあ原宿にお越しの皆さん、リヨハー聞いてください。秋葉ロマンス、オタクの聖地秋葉原。どんどんライブ行って、なんかみんなと変わらないような動きになってきたときに、気がついたら気がついたらもうオタクなんじゃないのみたいな、俺オタクなんだなと思って。このコミュ障、コミュニケーション能力が低い人ばっかりが多いんでオタクで。サブカルチャーの中でもアイドルって比較的社会に認められないものを好きでいる人っていうのは、他の部分でも社会で認められない可能性が高かったと思うんですけど、まあ、カルチャーにメインするのがなくなっちゃったので、それで言うと別にそれはみんなが今で言うと総オタク時代にだんだん入ってきたので、実社会でものすごく力がない人かもしれないけど、アイドルの現場に行ったら一緒に戦ってるぜ、女の子と一緒に敵に向かって頑張ってるぜっていう、すごく一緒に戦ってる共闘意識はあると思って。アイドルをマッサージさせてもらって幸せですね。うん、昔はこんなんじゃなかったのにね。昔、そうね。まあね、仕事とするとね、近いものがあるんだよね。だってこちらだって人気商売だから。よく思われなきゃ来てくれないからね。高校の時から二十歳ぐらいまでバンドをやってまして、ドラムだったんですけど、
そう。私はこっちの道に行くと決めたので、バンドはやめて。で、自分の娘がこういうことをし始めて、まあ、ちょっと夢を託すって言ったらオーバーですけど、まあ、自分ができなかったことをやってくれているので、すごくあの親としては励みになるし、力もらってます。そうね、自画自賛するところがね、私にちょっと似ちゃったんだね。ママ絶対しないから。そうなの？絶対しないから。嘘。あの人は。そうなの？なんかどっから来るんだろう、その自信って。高校時代は心配。まあ無事に卒業してくれたからよかったんですけど、焦るまでが大変でした、ね。大変でした。逆に勉強じゃなくて違う方向にこう行っちゃってるから、意識が。全然学校に行ってたよ、ちゃんと。行ったけど、先生から電話かかってきて、まだ来てませんみたいな。で、ある日は連絡取ってもなかなか繋がらない。だって東京駅で最終の審査員に乗り遅れたってどうしようみたいな。何もできないじゃないですか、親としては。そんなとこに行っても、みたいな。職場に戻って、そこで、ね、寝て、あの、ソファーもあるし、そこで寝て。で、満喫にお風呂入りに行ってから学校に行くみたいな。それでも成り立つから。活動を始めてから結構初期の段階で投票制のイベントに誘われる機会がありまして、お疲れ様です。私は深海から這い上がってきたので、初めは自分を宣伝する費用もないし、もう何もない状態から這い上がってくるのにコンテストはすごく最適な場所でした。いろんな投票コンテストに参加するようになって、で事前にちょっと調べたんですよ、あの他の6組、ホームページとかツイッターとか、やっぱツイッターが一番参考になって、これ、ね、なんだろう、そんなにね、たくさん集められそうなとか正直なかったんで、もうほらブラザーズの得意技って一体感。でもいけるから、うん、よし、そこで頑張ればいいね、うんうん、やったー、いけるー、ちょっとあの前ね、やった知りたくもないのに AKB の人の名前知ってたりとか、
かも国民的アイドルと言われているとか、女っていう価値とか女っていう資源を最大限活用し、それが受け入れられるってことが あなたにとっての幸せなんだ。毎日そんなの8回さらされていくと熟成してしまうようなものだろうなというふうには思います。岡田彩香、チーム E、酒井芽衣、そういったものをキラキラとして見せたりとか、女の子の夢を叶えるシステムなんですってことを演出することもセットで今アイドル文化ってあるので、おめでとうございました。金をちょっともらいつつ応援もしてもらって夢も叶えるべく頑張ってみたいな構造にある意味10年以上かけてなんか変化した。やっぱりアイドルってすごく主人公になれる、女の子が主人公になれるっていう場所っていうのが、もしかしたら日本の社会の中で与えられてる実感をやっぱ得られないではないかなっていうふうに私自身も思うし。第1位の発表です。橋原イルオ。花を2つ食べました。でいつもの例えば生誕とか、特別なものは今まで1つしか出してなかったんですよ。ただ今回やっぱり、ね、日本最大のライブハウス ZEP 東京というのもあるんで、一発させてもらって2つ作っています。なんでメジャーデビューを果たしました。でもこれはほんの通過点であり、彼女のアーティスト人生のほんの始まりにすぎません。そう、彼女はもうアイドルではありません。アーティストです。アーティスト柊木理恵を、これからもブラザーズ、そしてブラザーズではない人たちも熱い熱い応援をよろしくお願いします。最後に歌姫の神様が柊木理恵に舞い降りますように、世界中の人々に笑顔と幸せと高まりが訪れますように。アンコール行くぞ。
絶対超えましょう。はい、オッケーですか。ファンの皆さんを楽しませられるようにしましょう。はい、行きます。はい、原宿物語キーショーケーゼー君ゴー。原宿物語は人数が多いので選抜って形になるんですけど、人気の上位6人とかっていうので選抜してもらってライブに出ることがあるので。お父さんぐらいの人数ですか？そう、なんかいろんな方がいます。別にそれ怖いとかそういうことはなくて？ないです。なんかみんな優しいので大丈夫です。あ、じゃあ、あと最初に撮ったやつとか1年ちょっと前ぐらいです。自分の誕生日の時のだったりとか、これですね。この間自分の23歳の誕生日です。あとはアムの誕生日の時のとかです。1月30日に14歳ですね。靴をあげました。ステージ用のシューズなんで名前入りで送ったんで。順番が来たら、あのチェキ撮影係の人に何々ちゃんでお願いしますって言って、でその子と撮って1分間その人撮ってくれた方とお話ししながらこうサインを書くっていうシーンになってます。柏原ポーズです。手を握ってもらうための努力しないじゃない。本当に努力しないでありのままの俺を愛してくれるのは、愛してくれるって思ってんだよね。わかります？何か。それはいわゆるガチ恋とは違う。まあそれに近いと言いますか、まあはありますけど。大学の同級生とか。はい。欲しいとなんか彼女はいくらでも。ああ、なんか結構その面倒くさくなるっていうか、その自由にしてたいみたいな面があるんで、あんまりそのなんていうか束縛とかされるの嫌いなんで。私もその現場を見てちょっと分かった。ファンの方、いい方ばかりで、ちょっと、最初のイメージと逆転しました。みんなお父さんみたいに応援してくれてますね。するつもりはなかったんですか？オタクしてる今はオタクが楽しくて、その時間ないですよね。毎日ライブあるじゃないですか。こんなさ脱サラのオタクに対して、だってもキョコさんだったらそんなやつについてこうと思わないですよね。自分だってもう43ですからね。
もうあと10年ぐらいしたらもういろんな病気になっちゃうだろうし、そしたら楽しく過ごせる時間なんかそんなないじゃないですか。彼を作って遊んでみたいとかもあんまり思わない。合コンとか行かないけど、そういう人の話を聞くと大人だなって思う。全部仕事なんですよ。もうそれしか頭にない。いいのか悪いのか。ちょっと前に大きいものが決まりそうで決まらないっていうのがいくつもあって、アニメの声優さん、そのなんか主演でできるよっていうのがあったんですけど、それも流れてしまって、でその主題歌とかも。なんかもううやむやになってしまったりして、報われないって思ってたんですけど、でもそんななんて言うんだろう、たまたまいくつかチャンスが流れてきて、それが流れただけでなんか流れただけで、それでなんか恵まれてないなって思ってる自分がなんか嫌になって、それでもっと頑張らなきゃなって改めて思いました。最近まで自転車で来ました。これはガチ、これは本当でね。今は東京から鹿児島に向かう自転車の旅をしているんですけど、ヒイラギリオが出没するかもしれません。ぜひね、ヒイラギリオ近くに来たなと思ったら会いに来ていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。2日でね、神戸まで来ました。1日目はね、野宿してました。今日はね、今日は博多はネカフェがいっぱいあると思うんで、ネットカフェで。イエーイ。料理のとこで会って、彼女に上に上がってもらいたい。と同時に、自分ももっともっと上に行けるんじゃないかって気づかせてくれたってのあるかもしれないですよね。今はね、その会社を辞めて一人でやろうと思ったんですけど、じゃあすいません、リアトツ町スタートしたいと思います。はい、はい、ようこそ、こんにちは。どうぞ。ありがとうございます。お名前は？あ、レンと申します。レン、ありがとう。レンはどこから来たの？福岡です。福岡から来た。いくつ？16です。16歳、ほんと大人っぽいね。お名前は？私、竹ハムと言います。竹ハム、ありがとう。竹ハム、はい、3、2。あれ、前も会ったことある？いや、初めて？初めてです。あ、ほんと、なんか初めて会った気がしないね。うわ、恥ずかしい、なんかそういうの。こんにちは、ありがとう。これ、ありがとう、書いてくれたの？すごい、リオちゃん頑張って。嬉しい、ありがとうね。マナちゃん、ありがとう、まなちゃん。
小学校2年生7歳ね。そっかそっか。それまで30分のとこ向こう側で追って追いかけてきました。あ、今日本当諦めてたんですけど、どうしても会いたくて広島とかもあちこち見ました。ありがとう。どうしても会いたくて。写真はこの感じでいいですか。はい、行きます。あ、まなちゃんピース。はい、行きます。3、2、1。まなみちゃんは将来何になりたいの。アイドルよね。アイドルになりたいの。リオちゃんみたいになりたいね。リオちゃんみたいになりたい。はい、イエイ。ありがとう。ありがとうございました。叫んでるおじさんとかを見て、まさかこんなちっちゃい子に興味を示すと思わなかったので、驚いたっていうのが最初の印象ですね。踊りながら歌えるなんてすごいねっていう言い方があります。前行ってたところとかいろいろあったんですけど、やっぱり一番なんかこう若くて生き生きした感じがあるので、そこがいいなと思って。完成されてないところを見れるので、もつれ年上だとちょっとあんまり見れないかな。ファンとしては精神年齢一緒がいいんですよ。話のレベル低い方が楽しいっていうのがあるじゃないですか。不合理な状態に自分が慣れて、その自由で素直な状態にやっぱり心を戻せるっていう意味では、そこにやっぱりアイドルの癒しみたいなのがあるのかもしれないなというのはやっぱ思います。甘えかりのキュートルパー終わります。ありがとうございました。目標は大きいステージで日本武道館でアモレカリーナ全員で歌って踊れることを目標にしています。私は口を出すつもりはないんですけど、本人がやりたいといえばサポートしてあげたいなとは思ってますね。目の前の女の人たちよりもやっぱり支配できる女の子たち、しかも自分は絶対否定しない、傷つけないって保証できる。男性のファンタジーとか男性が癒されることとか、社会が必死に守ろうとしている。身長低いし足も短いし腕も短いし、その見せる仕事としてはやっぱりチンチクリンだから、もう美しくは見せられないかもしれないけど、そのチンチクリンが元気にやってるよっていうポップなものとしても見せられる
なって最近思ってだから、まあ、コンプレックスであり、まあ、自分のいいところなのかなと思うようになりました。おお、まだある。持ち上げたらそのまま一回箱ずらすね。はい。鉄の方じゃないかな。まあなんかひょっとしたら足りない人もいるかもしれないから。だからね。本当これ最後そのチェックした用紙って、最後ね、実はよっちさんがその写真で来てください。はい、はい、ありがとう。耐えられるかこの音楽に。本日は柊梨央21歳の誕生日ということで、今日は私が主役です。イエーイ。手を拝借。いただきますよ。よろしくお願いします。はかまー柊梨央。いくらかね、綺麗にしようという気持ちがちょっと怒ってきてるから、進歩ですね。してるんですよね。必死な顔して楽しそうな顔して、それがすごく良かったですね。あんなに開放的な顔してるんだなって思って、なかなかないんですよね。全然こう損得考えない仲間じゃないですか。多分ここにいなければもう生涯孤独だったと思います。結婚もせずに本当の意味で孤独だったかもしれないし、ライブをする柊梨央を回り、配信で東京から鹿児島まで自転車で行って各地の方と触れ合うのも柊梨央であり、全部が柊梨央なのでちょうどいいバランスなんじゃないかなって思ってます。デビューは7人の前、
未だに続く茨の言葉でもありがとう関心を持ってくれて願うポジに変えてみせる歌で笑顔で生きざまでちっちゃくだってピンポンピンポンでっかくなるピンポンピンポンパンピンポンペラピンポンピンポンもう覚えたんよねどこにいたって風邪ひいたって配信すんぜ This is my life そんぐらいどぎつくてもいいと思います。若干もうそう柊さんのキャラから外れてるぐらいでもいいと思います。はい、もうここ私こんなことできんだよという見本市だから。あのアイドル歌ってんだってあるじゃないですか。はいよ。そのアイドルっていうあのなんだろうアイドルって打ち出してないっていうかなんか。あ、そうなの？そうなんですよね。あ、ならやめましょう。なのでなんか代わりの言葉で、うんうんうん、なんだろうヒャダインさん的に。あなら職業なんすか？職業ヒイラギリオです。ヒイラそうか、少々お待ちくださいね。ならで、もっと表情豊かにアニメっぽくもうアニソンです。素晴らしい、そういうことだと思います。